イカズチは、海上自衛隊の護衛艦、イカズチ型護衛艦の一番艦、旧海軍の雷型駆逐艦、雷、吹雪型駆逐艦、雷に続き、日本の艦艇としては三代目。イカズチは、昭和28年度計画を継がた警備艦船2 0 2号艦として、川崎重工業神戸造船所で1954年12月18日に寄港され、 1955年9月6日に浸水。1956年5月29日に収益し、暮れ地方隊に編入された。1956年8月1日、第一護衛隊軍令下に第七護衛隊が新編され、明けぼの稲妻と共に編入された。1958年12月11日から1959年3月25日の間で、 川崎重工神戸造船所において特別改装工事が実施され、54式50合計3インチ炭装砲をマーク3450合計3インチ炭装速射砲に換装、全部の 40mm 連装機関砲を撤去し、環境上の射撃式装置をマーク51からマーク63に換装、マーク34射撃用レーダーも搭載された。また、 戦闘区画書室への冷房装置が施された。1964年12月10日、第7護衛隊が第3護衛隊軍令下に編成がえ。1969年3月15日、第7護衛隊がクレ地方隊令下に編成がえ。1976年3月31日、補完船に種別変更され、艦石番号が約マイナス30に変更。 江田島の海上自衛隊第一十科学校に係留され、停泊実習館として使用された。1983年3月30日、除籍。ありがとうございます。